そう、ハロウィンがこの間あったけど、どうだったっすか？どんなことしました？ハロウィンは。ハロウィンは、まあ、当日は、まあ、ライブだったんですよね。なんか別に自分、その、まあ、渋谷とかもなんかわちゃわちゃしてて、まあ、渋谷とか行ってなくて、今、池袋でも、まあ、大きなあのイベントがあるんだけど、まあ、それはちょっと参加したぐらい。なんかコスプレはしたんですか？コスプレは、あのアニメのキャラクターのコスプレなんで、池袋は、まあその、アニメ関係のコスプレ、まあ、渋谷は、なんだろう、もうカオスだよね。カオスだよね。カオスだよね。コスプレされるんですもんね。そう、団長も。団長コスプレ。団長のコスプレできる。団長のコスプレはおかしい。団長コスプレはされるんですね。いやいや、コスプレというか、まあ、そのハロウィンとかっていうのだったら、はいはい、撮影会とかで。はいはいはい。あ、それは別に。今年どんなのやったんですか？今年は、なんか、ちょっと舞台で、そのそれこそ三越の時に、はいはい、髪の毛をこれピンクにしなきゃいけなくってしたんですけど、ちょっと、あの、半分だけ最近にあれだったんですよ。ブリーチだけして、はいはい、で金髪っぽくなってましたね。闇属性の花嫁みたいな感じをやってた。闇属性の花嫁。闇属性の花嫁みたいな。分かる人は分かればいいと思う。あのね、何となくよ。とかそういうのが分かる人って、属性とか分からない人ですよね。ブラック花嫁みたいな。大丈夫、僕はもう、実は中身すげえオタクだから、大丈夫です。全然ついていけるけど、全然。ちゃんとこういう感じがあるね。あ、男性。あ、ほんとだ。いや、もうでもホストみたいね。ホストみたいね。そうなるよ。なんだっけ、あの、バンドっぽくない？あ、そう、バンドっぽくない。やっぱそんな感じだよね。あ、でもね、そういう人の方がその女性ファンってつきやすいんだよね。俺はこれがいいけど。ああ、好き。いいじゃん。亀仙人。亀仙人のね、今、写真見せられたんですけど。本人でしょ。去年のインスタやった時やつ。本名ですよ。なるほどね。今年、逆にあのみんな コスプレしましたハロウィン。僕しないですね。怖くてできない。あ、本当？うん。なんか、さっきみたいになるんじゃない？自分の知らない世界に入る。そうそう、自分の知らない世界に。あと、やるんだったらすごいプロの人にやってもらいたい。頭からもつま先まで。あ、それはね、それは思うかもしれない。中途半端が一番嫌だ。あ、そうだね。なんかちょっと、なんかちょっと、こうやってやったら取れそうだけど、みたいな。それはわかるね。え、モデルさん二人は？あ、やってないか。でも撮影会とかあるとね、なんかやってる人とか多かったですね。俺も本当にね、あれ、もうやるんだったらとことんやりたい。あのね、しかもハロウィンってほら、みんなさ、カオスじゃん、もう最近。だけど、あれって結構お化けだったりとかするでしょ。まあ、題材としては、とか、そういう感じじゃん。だから、そういう感じのコスプレを、それこそ狼男とか、もう、ど正面のやつ。狼男とか、ドラキュラとかっていうのを、あの本当に、なんだろう、そういう風に見えるようにがっつりやりたいわ、一回ね。そう、真っ白に顔を塗ったりとかして。なんかなりきるんだったらいいなと思う。そうそうそう。なんかちょっとなんか 2% 俺が言っちゃったら嫌なの。2% でも俺が言っちゃったら嫌なの。なんで 2% にしたの？ただ1%って言ったの。2% かだったら分かるんだけど、なんでちょっと98% いいじゃんかよ。いいじゃんかよ。はい、とりあえずね、コメントの方を紹介していこうと思います。はい、どこからかな。犬になった気分やんって、さっきのね、セリフのやつですね。はい、多分自宅に監禁してると思う。タグやめて。そんなにね、狂ったに見えないぞ、俺は。はい、犯罪だ。はい、タグ捕まっちゃう、うるさい。はい、私もついけ、ゆうまりに振られた、振られたっていう。ゆうまり、トーマさんね。いいね、ありがとうございます。ユニット名になってる。そうね。ゲームやらなーい、ナミちゃんに振られた。ゲームないんですか、夏子さん。ね、俺。今からね、詳しくなって。そうね、詳しくなってきて。はい、面白いですよ、ゲーム。はい、僕ね、ま、言ってなかったんですけど、実は、僕、ナミのオタクって言ったんですよね。僕、学生時代、専門学生時代は、ゲームクリエイターかゲームプロデュース専攻だったので、結構、あのね、詳しいです。これ、なんか、ある域超えてんじゃん。ね、あのね、だからね、シナリオとか書いたりとかしてた。あの、役者がてらで、
役者やりながらなんか専門学校行ってる時はそういう、まあ、シナリオの勉強として脚本とか演出とかやりたいのもあったから、そこに来てやってたのもあったなって感じかな。まあでもなんだろうね、難しいよプロデュースって本当にって思った、うん、はい、私181センチ90キロがっちり系ですが普段は甘えん坊って言ってた、たつこさん次がアピールしてくれはいね、やばっはいね、ハロウィンはコウメ太夫やらされました。それちょっと見たい。あのね、チェックショーでしょみんな知ってる、ちゃんと知ってる、あのコウメ太夫は知ってる、割とちょいと最近も出るよね。でもアイドルはショーに出てた。ね、あね、実況ってやつですね、書いてあるね。はい、小さなマジですが、かつら着物、おしろいも買いました。すごいな、すごいな、ね、金かけてんな。クラウドがありますよって。すごい、あるんだ。ちゃ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 あれ、あれってカラオケなのっていう。入ってね、カラオケに。そもそもある日ってやつけどね、はい、小梅太夫さんのモノマネそっくりなんです。カラオケもまさかにらしいっすよ。はいね、そんな感じですね。ということでですね、まあ、言うてね、もう30分過ぎてるんです。なんだかんだでね、ちょい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 ね、あのね、30分までって言ってるとね、あの時間経つと結構早いでしょ、話はね。ね、はいね。ということで、ここからはですね、皆さんのですね、告知の方をしていこうと思いまーす。じゃあ、最初は、ふさんからいこうかな。はい、こちらを持っていただきまして、こちらとこちらを持っていただきまして、あの、カメラの方に、両方で、ね、見えるところ、ここら辺が、うん、来ていただいて、はい。はいはい、ね、両見えてるかな、はい、はい、ですね、はい、ということでですね、はい、告知の方お願いいたします。はい、藤ひろし12月5日に配信でデビューいたします。ありがとうございます。このジャケット、都会の花火ってやつです。はい、はい、12月5日配信デビューです。はい、で12月8日にジョイサウンドでカラオケ配信されます。ありがとうございます。都会の花火っていう夏の曲なのに冬に出ます。いいじゃないですかね。はい、かつ主要な配信サイトで下の方にちょっと出てますが、猫直 iTunes、ミュージック JP とか今200個ぐらいあるらしいんです。それから全部出ます。はい、ぜひ買って、ぜひカラオケで歌ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。みんな、俺忘れてないからね、ワンフレーズだけお願いしてもいいですか。はい、ねー、なんでもいいです。ね、すごい聞きたいよね、でもね、聞きたい、ね、ほんとに。どうですか、オリジナル曲をやりますか、それともこれ、これを入れますか。はい、じゃあワンフレーズだけ、こちらね、はい、あ、じゃあ僕は持ってきましたね。こんなんで、こうやって歌うことなんてあるの、歌詞の歌詞。小宮さんも結構高いから歌ってるから。ね、はい、じゃあ、サビをちょっと短く、はい、はい、行きましょう。星の少ない都会の夜空にも大きなひまわり咲いたよ。だけど全て終われば僕たちはさよならを言うのでしょう。だからせめて僕は目に焼き付けておくよ、都会の花火。ありがとうございます。はい、かっこいいね。声量すごいね。さっきのセリフの時はスイッチ入らなかった。あ、そうなの、ね、はい、韓国人っぽくなかったもんね。ね、気持ちよかった。40だ。都会の花火。都会の花火。